続いて2回戦、可愛い子には目がないという小島と菊池のアイドル好き対決。菊池さんもいくつ？18歳の高校3年生です。高3なん？はい、高3です。小島いくつだったっけ？20歳です。あ、20歳か。超可愛いです、こういうの。アイドル好きだから。私あのアイドリングに入る前に AKB さんのコンサートにお客さんとして行ったことがあるんです。マジで？でその時にあの高橋みなみさんと目が合った気がして夜眠れなかったんですよ。あいつ何がいいわけ？なんかすごいサバサバしててしっかりしてるところがすっごい好きです。一番好きな AKB の中で高橋 AKB のさんの中では一番好きなんですけど、 AKB さん自体が好きなんですよ。好きなの、アイドル？あ、私アイドリング好きなんです。え、好きな、うん、え、アイドリング誰が好きなの？私ルーリーが好きです。ルーリー、おー、カラオケでも、うん、頑張れ乙女をいつも歌ってる。そうか、なんか変な感じだね。なんかそのカラオケでね、アイドル特有のお互いの潰し方なんじゃないですか？違う。待って、そうですね。それとは逆にスーちゃん、スーちゃん、スーちゃん芸能人誰が好きなんだったっけ？うちは氷室さんです、ボーイの。うちだってそんなもん、尾崎豊がめっちゃ好きな子いますよ。はい、尾崎豊。尾崎豊。というわけで、盗んだいくら知りやすい行く先もわからぬまま、暗い夜の泊まりの中へ。すーちゃん、どうでした今の尾崎豊？ちょっとキモいです。